どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーの稲山です。鈴です。はい、今回はサマーインターンで三大商社とか、まあ、大手コンサルとかを含めて13社合格した僕のサマーインターンにね、全てを捧げた一日を再現する動画となっておりますので、はい、はい、ということで、まあ、僕のノウハウを全てぶっ込んだ動画になっているので、はい、もうこれを真似てくれれば絶対にサマーインターン無双できるんで、ぜひ最後まで、絶対に、はい、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、あとプレゼントもあるんだよね。はい、今回は僕がサマーインターンに通過した合格 ESC もプレゼントしてます。はい、三菱商事とかビッグフォーとかリクルートとか DNA とかあらゆる有名なところの合格 ES 入ってるので、うん、皆さんの ES 作りに役立つこと間違いなしだと思うので、ぜひ最後まで見て概要欄から受け取ってください。受け取ってください。ということで、時刻は前日の23時です。前日？はい、前日。なんで前日？もう前日の夜からね、次の日の就活始まってるんですよ、ね、怖っ。はい、僕毎朝いろんな業界の社員訪問してたので、うん、その質問内容の確認と次の日の予定のチェックにしてました。ね、はい、で明日の流れは朝一に社員訪問して、カフェで自己分析して、オフィスで面接して、グループディスカッションの練習して、エントリー企業探して、で帰宅してから就活イベントに参加して終わるっていう感じです。なるほど、お忙しいですね。はい、もう就活に全て捧げてるんで。はい、さすが。ということで、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。はい、ということでおはようございます。朝は何してるんだっけ。はい、朝は抹茶経由でアポを取った社会人の方に社員訪問をしてました。へえ。僕本当に朝は起きれなかったんで、うん、社員訪問をもう朝一に入れて絶対に強制的にね起こしてました。確かにね。でもさ、この時期に社員訪問ってめっちゃ早くない？はい、なんか志望企業決まってからその企業の人に社員訪問するって思ってたんだけど。でもね、このサマーインターンの前の時期こそね、社員訪問絶対やった方がいいんですよ。なんで？はい、もうなんか就活始めたてって企業のこととか業界のことさっぱり分かんないじゃないですか。分からん、うん、で知れてもネットの浅い情報しかないんで、まあ、けど実際に働いてる人に業界にビジネスモデルとかやりがいとか、その人が志望した理由とかもう全部聞いてしまえば、ね、一発で大体のことが理解できるんで、一番効率よく情報が収集できるツールなんで、はい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 、絶対やった方がいいんですよね。なるほど。ということで、皆さんも朝一に社員訪問絶対に入れてやってください。やってください。はい、はい、ということで次カフェ来ました。すごいね、価格が頭切れてるよ。申し訳ないですね。でカフェでは自己分析やってました。この時期の自己分析は主にガクチカの言語化をひたすらやってました。へえ。まずガクチカになりそうなエピソードを、うん、まあ、ピックアップして、うん、それでマインドマップで文字数を気にせずにもひたすら具体的に言語化してました。あ、こんな感じでね。はい、でそれをフォーマットに落とし込んで400字ぐらいにまとめるっていう作業をしてました。フォーマットって何？はい、もうそのフォーマットも合格イエスのプレゼントの中に入ってるんで、もう皆さんぜひダウンロードしてください。うまいですね。はい、もうこのおかげでもいろんな企業さんの ES 突破できたんで、ん、はい、皆さんぜひダウンロードの方よろしくお願いします。私もしよう。はい、次は面接ですね。面接。はい、この時期はベンチャー企業のインターン選考が進んでたので、昼ぐらいに面接を受けてました。へえ。この時期の面接で意識すべきところとかってあるんですか？はい、この時期の面接をとにかく反省を持ち帰ることを意識してました。うんうんうん、僕はワンノートで面接管理してたんで、うん、まあ、1面接ごとに1ページ作成して、うん、まず面接直前にその企業の、まあ、志望動機とか就活の時期をそこにまず書いて、うん、まあ、メモがてら書いてました。で面接が終わったらうまく答えられなかった質問、はい、をまあそこに記載して、でそれをまあどうやったら改めて答えるかなって考えて、次につながる学びをね全部残してたって感じですね。この時期からも面接めっちゃやってたんだね。はい、もうこの時期こそ面接してた、ね、本当に。はい、自分でもすごいなと思います。はい。次はこれは何をしてるんですか？はい、もうこれはですね、一人グループディスカッション練習っていうのをやってまして、一人グループディスカッション、はい、グループディスカッションって複数に出るもんじゃない？はい、まあグループじゃないんですけど、はい、まあ僕は面接とか自己分析の時間以外はもう基本的には一人グループディスカッションっていうのをやってました。どうやってやるのそれ？これは例えばいい組織とは何かみたいなお題をもう一人でひたすら解き進める、うん、なるほどね。え、お題はどこから持ってくるの？お題はネットから持ってきます。はい、でもサマーインターンで差をつけたいんだったら絶対にこの一人グループディスカッションやった方がいいんですよね。ほとんどサマーインターンって GD あるよね。そうですね、グループディスカッションもあるし、インターンのワークも全部大体グループディスカッション のすごい長い版みたいな感じなんで、ここでいかにバリューを出すかが本当すごい大事なんですよ。確かに。え、そのイナってさ GD めっちゃ得意じゃん。はい、最初からできたの？いや、実は本当最初全くそんなことなくて、うん、僕一番最初にやった GD で地蔵をかまして一言も喋れなかったんですよね。一言も喋れない人たちのことをお地蔵って言うんだ。怖っ。で帰りながらネットで一言も喋れないことの人のことを地蔵って言うんだって知って、うん、もう本当に惨めでめちゃくちゃ悔しかったんですよ。なるほど、だから頑張ったんだ。はい、そうで、どうにかしなきゃいけないなと思って、けど僕知らない人とか、まあ、仲のいい友達とかと練習するのちょっと恥ずかしかったんですよ、ね、恥ずかしい、わかるわ。はい、だからまあ一人でグループディスカッションの練習をやってました。なるほど。はい、もうこの一人グループディスカッションをもうほぼ毎日やったおかげで、最終的には商社とかコンサルとかのインターンでも結構評価してもらえるようになったんで、もう皆さんもぜひ毎日じゃなくてもいいんで、うん、まあ、1週間に5日ぐらいはこの一人グループディスカッションやってみてください。
はい、そして次はこれは何か何ですかこれは。でもお昼過ぎぐらいになったら、まあ、僕は眠たい時間帯なんで、うん、まあ、集中力のいらない作業としてソファーでゴロゴロしながらエントリーする企業を探してました。休憩時間まで就活。いや当たり前ですよ。1分1秒でも無駄にしちゃいけないんですから。なるほどね、素晴らしいわ。でなんでイナってサマーインターンこんなに本気で頑張ってたの。はい、もう僕本当とりあえず誰もが知ってる超有名企業に入りたかったんですよね。ああなるほど。もうなんか最終的には紆余曲折あって、まあ、ベンチャー企業に就職するんですけど、うん、すごいはい、当時は超有名企業に入ってもキラキラ働きたいなってめっちゃ思ってたんですよね。でただ僕めちゃくちゃ格地が強いわけでもなくて、うん、でイケメンで好印象な陽キャでもない。確かにそこで否定するところなんですけど、うん、なんかとりあえず周りの 1.5 倍くらいの量をこなしてもうなんかイケメンたちと差をつけて就活無双してやらないとって思ってたんですよね、うん、なるほど、はい、だから朝起きた瞬間から本当に寝る直前まで寝ながら就活の音声聞いてたんですけどすごいな。そんな感じでもう就活に染まった生活をねしようと心で決めてました。染まってますね完全に、はい、これで友達何人か失うんですけど、ね、なんで。いや就活しすぎて友達との話し方分かんなくなっちゃった全部グループディスカッションみたく喋っちゃった。あ怖っ。気づいたら友達いなくなったんですよ、ね、怖っ、はい、まあそんなことは置いといてそれ気をつけてください、はい、皆さん、まあ、それやりすぎだと思うんですけどもう普通に本当に就活全力で投球しておりましたね、うん、はい、はい、素晴らしいことですよ。はい、でまあそんな感じで、まあ、帰宅して寝る状態になってパジャマになってから、まあ、オンラインの就活イベントを、まあ、夜にも参加して一日は就活ですね。オンラインの就活イベントって何？オンラインの就活イベントっていうのは、うん、まあ、なんか就活団体がやってるようなグループディスカッションとか、うん、あのケース面接とかのイベントとか。じゃあ夜も GD とかケース面接とかイベントですか？そうですね、はい、ということでね僕の就活に捧げる一日はこんな感じでした。はい、はい、いや面白かったですよ。ありがとうございます。もう僕学知科が塾講師のアルバイトぐらいしかなくて、うん、本当に普通の大学生だったんですけど、うん、あの僕みたいな凡人がやっぱ超有名企業に入るためには誰よりも就活に染まる必要があるなと思って、うん、まあ、だからダサいとかそんなの気にしないでもう1分1秒でも就活に多く時間を割くんだと思って、うん、インスタとか YouTube も全部就活に染めてやってたんで、うん、いや、はい、すごいね。でも凡人って言っても学歴はあるけどね。まあそうですね、まあ、やっぱ天下の一橋大学ですからねはい、あれちょっと否定してください。否定してほしかったんですけど、炎上しちゃいそうだから、はい、はい、まあなんかその回あって、まあ、こういうこんな風に頑張ったおかげで、まあ、サマーインターンにいろんな企業さんに参加させていただいて就活をすごくあの円滑に進められたので、まあ、皆さんもぜひ就活全力で頑張っていただけたらなと思います。いや頑張ってください本当に、はい、これ真似したら無双できる。いや間違いないですね。てか普通にもう量が多いもんね、はい、努力量がね、はい、すごいわ。であとプレゼントもあるので。そうね、はい、合格したサマーインターンに通過した ES 賞をプレゼントしてるので概要欄からチェックしてみてください。え、実際のイナの ES が見れるの？はい、だから恥ずかしながら僕の志望動機とか学知科とかあとなんか変則的な ES に対する回答とかも全部入ってるんですよ。わー、なるほど。9社くらい入ってるんで、うん、中身は充実してる気がしますね。めちゃくちゃ恥ずかしいですけどね、僕の学知科から。そうね、実際見られるの恥ずかしいね。はい、まあ、けどまあそれでも参考にしていただければなと思うので、うん、はい、ぜひ皆さん使ってみてください。使ってみてください。こんな感じで、まあ、今日の動画は以上になりますので、はいはい、皆さんの就活本当に頑張っていただけたらなと思います。頑張ってください。本日の動画は以上になります。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。